ドヘイブンはアメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦の一隻艦名は19世紀のアメリカ海軍士艦で探検家でもあったエドウィンドヘイブン中尉にちなむ。ドヘイブンは第二次世界大戦におけるフレッチャー級駆逐艦初の喪失艦で、竣工後わずか133日でその艦歴を閉じた。ドヘイブンは メイン州バスのバス鉄工所社で1941年9月27日に寄港し、1942年6月28日に土、平文中尉の孫娘にあたる土平文夫人によって浸水。艦長チャールズ・イートールマン中佐の指揮下1942年9月21日に収益し、太平洋艦隊へ配属される。収益後、土平分は、 戦艦インディアナ軽巡洋艦、コロンビアなどとともに11月14日にハンプトンローズを出港し、11月28日にトンガタプ島に到着。以降、1942年8月以来続くガダルカナル島の戦いに詰爪として送られる海兵隊員を乗せた輸送船団を護衛に従事することとなる。12月7日から14日にかけて、 ドヘイブンはヌメア及びエスピリトサンと島を拠点にガダルカナル島への輸送船団の護衛にあたり、1943年1月には、いわゆる東京急行を牽制するためコロンバンガラ島へ2度ほど、艦砲射撃を行った。1943年に取られた本艦1943年2月1日、ドヘイブンは駆逐艦ニコラスと共に高速輸送艦、 ストリングハム及び6隻の戦車用陸艇を伴い、島内に残存する日本軍への圧力のため、ガダルカナル島西岸部のベラヒューチクに、不評部隊を揚陸させた。午後には2隻の戦車用陸艇を伴って、ガダルカナル島に向かうが、この時、下合作戦の支援となる、日本軍航空機の接近が予告されていた。護衛の冷戦40機とともに、 津良木方面に来襲した99式、艦上爆撃機13機は、津良木から、ルンガ岬方向へ移動していたところ、巡洋艦2隻と駆逐艦3隻、実際には、ドヘイブン及び、ニコラスと戦車用陸艇を発見して、攻撃に移る。ドヘイブンも、この攻撃隊を発見し、そのうちの6機が、ドヘイブンめがけて突入してくるのが見えたため、対空砲火で応戦した。 6機のうち3機は撃墜できたが、突入してきた6機はその前に爆弾を投じていた。ドヘイブンに3発の爆弾が命中し、さらに、ニアミスによって損傷する。3発のうち1発は、環境上部に命中し、トールマン艦長以下、ドヘイブンの艦部をなぎ倒した。この飛弾で艦を動かす手段は失われ、ドヘイブンは、サボ島の東にマイルの地点で沈没。 ニコラスも資金断で損傷した。ドヘイブンが護衛していた戦車用陸手が救助作業を行った。ドヘイブンはトールマン艦長以下167名が戦死し、38名が負傷した。日本側はこの攻撃で巡洋艦一隻、撃沈一隻勝破と報告した。ドヘイブンは第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。 ありがとうございます。